はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A のメネラウスの定理2をお送りします。で、前回からねメネラウスやって、これでまあ終了なんですけど、で前回ポイントやったので、まあそれを踏まえて今回2も問題をやっていきます。なのでレクサナコはね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、厳しいのがあれば今からね自分の方が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、三角形、まあ、メネラウスなんでね、三角形使っていくんですが、ABC がありますと。で、全部比です、今回。長さは1個も出てないんですけど、求めたいものが比なので、この書いてある比を長さみたいな感覚で普通に使って大丈夫です。チェバもメネラウスも両方ともね。なんで書き込んでいきましょう。まず、AM 対 MB が2対5なんで、これね、手でね、消しちゃう可能性なんだけど、ここが2で、よいしょ。ここが5だと。で、AN 対 NC が4対3なんで、ここが4で、ここが3だと。で、BN と CM、BN と CM の交点が P になってて、AP の延長と BC の交点が Q。まあ書いてあるね。で、この時に、まず BP 対 PN です。ここですね。BP 対 PN を求めたいと。で、今回実はメネラウスっていうタイトルでやってるんですけど、チェバも使うんです。はい、申し訳ないですが、使うと。で、この、まあ、両方とも問題やっていくときに、どっちを使うかを自分で見極められるかがすごくポイントになります。で、例えば、これだけの図を見たらさ、もう各頂点から対辺に行って一点交わってるから、チェバじゃんみたいな。もう感じの、もろチェバの図なんですけど、例えば、1番の BP 対 PN は、ここを使いたいんで、三角形 ABC で勝負してしまうと、どう考えても使わないんだよね。この BP 対 PN を。だから、そこを使うように三角形をまず考えると。だからここのね、BN を一辺を入れたいわけで、まあ、BP かもしんないけど。で、結論から言えば、ここは長さが出てる。で、AN とか NC のここの数字も出てるので、三角形 ABN で勝負していきます。1番に関しては。三角形 ABN のチェバとメネラウスどっちかっていうと、今 ABN で考えた時に、まあ結論から言うとメネラウス使うんですけど、どの直線が刺さってるかっていうと、この MC が刺さってます、ここ。いいかい？ここちょっとなぞれないんでこれ申し訳ないんだけど、ABN、この三角形見てね、ここ。これにこいつが刺さってんの。で、AB とは M でぶつかってるし、BN、ここね、は P でぶつかってるし、AN に関しては延長した C でぶつかってる。一個延長してるので、メネラウスで使うものは。だから、三角形 ABN のメネラウス使えばいいじゃんっていうのに気づければ、まあ、もう問題ないと、そこはね。で、あとはもう公式使うだけなので、まあ、左回りでいきましょうか。で、2分の x も5なんで、2分の5をかける。で、ここはもう BP 対 PN なんで、そのまま使いましょう。アルファベットも合ってるしね。BP 分の PN。かける。で、ここはちょっと気をつけなきゃいけなくって、C がはみ出てるから、中に C があるもんだと思ったら、NC 分の CA になります。これね、NC 分の CA。だから、NC 分の CA、3分の7だね。で、これがイコール1。で、メネラウスの公式だと。で、この場合は左辺にこいつだけ残したいんで、ここかけると6分の35なんだよね。で、6分の35を消すために、両辺35分の6、逆数ね、をかければいいから、BP 分の PN イコール、35分の6になります。で、こうなったら、もうそのまま BP が35、PN が6って考えて OK なんで、求めたい比は、BP 対 PN イコール35対6。で、これ、簡単にできないんで、これで、まあ、終了だね。という感じで OK でございます。まあ、ここに気づけるかどうかですね、ポイントは。で、まあ、35で6書き込んでもいいんですけど、ちょっと次使わないので、この35と6を。ただちょっとあえて書き込まないんですけど、もし問題によってね、こう続きで使う場合もあるので、使えそうだなと思ったら書き込んでください。
で、次行きましょう。次はここですね。B 球対 QC。実はこちらは簡単なんだよね。で、なんでかっていうと、外じゃん。これ、まあ、さっき最初も言ったけど、図的にチェバなんだよね。中でぶつかってるし、一辺で、あと一辺で交わってるから。で、しかも、あれ外、変、火出てんじゃん。あ、うん、チェバじゃん。みたいな感じでいけるので、これに関しては。だから、2番に関しては、三角形 ABC。外ね。これのチェバを使ってください。まあ、ちょっとタイトル詐欺みたいになってますけど、許してね、これは。で、まあ、右回り、左回り、どっちでもいいんですけど、じゃあ今度右にしようか。全然、意図はないんだけどね。これも全部中でぶつかってるから、4分の3だね。4分の3かける、C 級分の QB なんだけど、これにちょっと合わせたいので、C 級じゃなくて、QC 分の B 級かける5分の2か。で、イコール1です。で、あとはこっちと同じだね。と左辺がここ約分できるのか1と210分の3になるから、まあ、3分の10かけてあげれば QC 分の BQ イコール、3分の10になるのかな。でこうなったんで BQ が 10QC が3なので、まあ、この順番で書いてあげればいいから BQ 対 QC イコール10対3でしたよという感じで終了となります。で書き込ま、一応書き込もうか。ここはこっちの方が使う可能性が高いかもしれないね。今回はないけど、ここの比が10対3となります。で今回はもう比だけで勝負してるんで、数字こう書きましたけど、比とか辺の長さが混ざってる時は書き込む時ね、丸とかつけるといいですよ。辺の比と長さが区別できるように。今回ちょっとね、全部火って分かってるんでくっつけてないんですが、まあこんな感じでチェバとかメネラウスを使ってみてください。でこれでまあメネラウスもチェバも主流になるんですけど、本当は逆ってのもあるのね。で逆って何かっていうと、例えばチェバだったら今こうやって計算で求めてますけど、こうやってね何かを計算してって、この、まあ、公式ないけど an 分の nc かける c 級分の qbかける BA、BM 分の MA か。イコール1が成り立てば、逆にそこの、こうやってね、各頂点から対辺に引いたものは1点交わりますよっていう逆もあります。これ教科書とか絶対載ってると思うんですけど。で、今回はそっちの問題ちょっと取り上げてないんですが、ひとまずね、まあ、メネラウスとチェバはこんな感じで計算問題をね、できるよっていうのを掴んでもらえたら嬉しいです。では、今回は高校数学数 A のメネラウスの定理丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回がですね、本当は円に入ろうと思ったんですけど、一個三角形のね、辺と角の代償関係っていうのが、教科書によっては載ってるらしいんですね。自分自身問題集とか教科書の3のやつを何個か使ってるんですけど、載ってたり載ってなかったりするんですよ。でも一応載ってる教科書もあったので、それを一本取ります。なので、もしよかったらね、そっちの方も確認してみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。